こう。前見て。扉、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 いい、扉、扉、いい。オッケー、オッケー、はい、ナイス。これは絶対こう沖から岸の方に向かってくる水の、まあ、流れというか塊ですよね。でその、水が押し寄せてきた水がじゃあ今度はどこに行くのかというと、まあ、地形の問題もあったりしますけど、だいたいこう横へ移動して、ここは砂浜だと思います。で横へ移動してこういう、岩など、堤防ヒドラポットなんかあるところから沖へ向かったりすることが多いですね。まあ、ここは、砂浜にもこういうところがあります。で、離岸流に乗ってしまうとかなり早く沖の方へ流されてしまうんですね。なので必ず、あ、なんか岸に向かえない、沖に向かってしまっていると思ったらそこが外れること、必ず横に移動して、それで戻ってくる。絶対この離岸流の中を戻らず、必ず横に移動して岸の方へ戻る。これからサーフボードとサーフィンの説明をします。まず、これが皆さんが乗るサーフボードになります。こちらが表で、こちらが裏になります。こういうふうに横から見ると少しこっちの先の方が反っていて、こっちも少し上がってるように船みたいな感じで少し曲がってます。で後ろの方にこの黒いフィンと言われるものがついています。これフィンすごく柔らかいんですけど、このフィンはこうもし横に行ったり右とか左に行くときにこう舵を取るような役目をします。で皆さんは去年やったことある子もいると思いますけど、基本的に沖の方から岸の方にまっすぐ乗るので、まあ、このフィンはそこまで1本か2本あれば大丈夫っていう感じになるんですけど、もし少しずつ上手くなっていくと自分で右に行ったり自分で左に行ったり方向をコントロールできるようになるので、そうするとこのフィンがすごく重要になってきます。でここにあるこのリーシュと言われる紐があります。サーフボードと自分の体をつなぐ紐になります。こういうふうにもしこちら進行方向だったら立った時に後ろ足になる方、みんな私は左足が前なんですけど、もしかしたら右足が前の子もいるので、その自分の後ろ足の方にしっかりこういう風に巻きつけるようにつけます。でこれは命綱のような役目もします。もし沖の方から岸に自分が乗ってきた時に途中でこけてしまったりした時にこの紐がつないであるとサーフボードと自分が離れずに済むので、この上に少しでも浮いて待ってることもできますし、自分で泳がなくてもこの板さえあれば少し浮いて助けを待つこともできます。なのでこれはすごく大事な紐になりますので、皆さんも海に入るときはしっかりつけた後にサーフボードから取れないかなどの確認をしっかりしてください。はい、ではテイクオフとパドリングの動作になるんですけど、去年サーフィンやったことある人、1回ある人、やったことない人が半分ぐらいです。はい、ではまずサーフボードの上に皆さん寝そべってもらいます。海の上 で3時間目の授業でプールの中でするので、これをしっかり覚えてもらってプールでしっかり実践できるように皆さんしっかり見といてください。はい、ではこのまま寝そべったまま、まずパドリングといって波に乗るために自分で漕ぐ動作、もしくは自分で岸から沖にパドルアウトといって波
波が乗れる場所まで自分で行くときに自分でパドリングしていきます、はい、ではパドリングの仕方なんですけど、右左とクロールをするように漕ぎます。でこの時クロールと違うのが息継ぎがない分しっかり進行方向を見ていないといけないので、この山田さんみたいに顎をしっかり上げて進行方向をしっかり見ながら、絶対に下を見ないようにずっと前を見ながら右左と漕ぎます。でこの時もう一つまたクロールと違うのが、この胸の動きがバタつかないようにこう右左とこういう風にバタつくと、クロールみたいに動いてしまうとサーフボードがグラグラ動いてしまうので、そうするとパドリングがしにくくなるので、しっかり胸は固定したまま前を向いてパドリングします。はい、でそれではここからテイクオフ立つ動作に入ります。基本的に次の海の授業でも、プールでやる授業でも近くに大人の人がいるので、はいじゃあ立ってくださいって言われたら胸の真横に手を置きます。でそこからこの時も絶対に重要なのが目線をしっかり前に置いておくこと。どうしても足元が気になってしまいますけど、目線をしっかり前に向いたままジャンプするように、せーの、こういう風に立ちます。はい、どうできそう。はい、でそこから目線前にしたままジャンプするように、せーの、はい、お、できてますね。この時に立った時に山田さんみたいに足を少し広げてもらいます。はい。どっちかの足を前に。はい。これが足を狭かった場合、もし膝が揺れてしまった時に足の幅が狭いとバランスが取れないので、しっかり足を広げて腰を落とします。はい。山田さんの真似をしてください。皆さんはこっち側に進んで動いていくので、止まったままじゃないので、このまま動いているので、しっかりこけないように、水の上はすごい不安定なので、しっかり目線、そう、顔をこっちに向けて、手を広げて、もしこういうふうに押されてしまったときに、バランスを手をこう広げると取りやすいので、そう、横から人に押されても倒れないような姿勢をとります。では大事に一番大事なこと、はい、そうですね、皆さん顔を顎を上げて進行方向を向きながら胸の手を横に置いて、せーの、はい、お、いいですね。はい、それを皆さんに次の授業で、海の中とプールの中でやってもらいます。はい、じゃあ低い姿勢、はい、さっき手振って、さっき押されてもほらこう倒れないからね。はい、行きますよ。我慢でーす。Thank you.
右左で動かして、はい、パドリング、はい、向こうまで行くよ、前から後ろ大きく進行方向、手を大きく前から後ろ大きく進行方向、腕を上げて。前見る、1、2、3、4、5、はい、パドル、優勝組。
丈夫。このぐらい水面から出てるような状態を意識してもう一回やりましょう。はい。最初は難しかったんですけど、はいはい、なんか後からやってみてたら楽しくなって、はいはいはい、早くもう一回 やりたいです、はい、はい、ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日 のサーフィン教室の感想を聞かせてください。あ、3年目ですけど、はい、あれ一番良かったのでよかった、はい、立ってたのが良かったです。はい、あの大変上手にできてたね。はい、どうもありがとうございます。はい、まあ、最初のテイクオフは、はい、あれそんなできなくて、はい、去年は、はい、あの去年よりは、はい、あの最初は良かったと思うけど、はい、最後にはどんどんやると、はい、なんかもうあれすごいもう普通に立てるようになって、はい、サーフィンなんかサーフィンって、はい、なんか本当にすごいんだなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。